長浜市と米原市との境を貫通する観音坂トンネルのすぐそばにある観音寺。正式には伊吹山観音護国寺といい、大原観音寺とも称されている天台宗寺院で有数の重要文化財が集積する代表的な歴史的文化財があります。石田三成は石田町の東にある山を越えて観音寺で学問を学んでいたといい、当時三成が行き来していたと思われる登山道や尾根道も今はハイキングコースとして整備されています。このような観音寺を守る地元の方々に観音寺の魅力を伝えていただきます。この観音寺は伊吹山大原観音寺と申しまして、もともと伊吹山の麓にありましたものが鎌倉時代にこちらに移ってきたものです。その後戦国時代江戸時代を経て現在に至っておりますが、その間浅井氏豊臣氏徳川井家の庇護を受けまして今に残っております。米原市内で最も多くの指定文化財を擁し、歴史的にも価値の高い観音寺であり、近年観光客も増えつつあります。そこで実際に檀家の方に観音寺を案内していただきました。皆さんこんにちは、市民リポーターの西川です。石田三成ゆかりの観音寺を案内していただけるということで、今回は檀家総代の山本さんに案内していただきたいと思います。山本さん、よろしくお願いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。山本さん、こちらが観音寺の入り口ですか？はい、こちらが総門になります。18世紀中頃の建築で国の重要文化財に指定されています。総門を抜け左に入っていくと、石田三成が羽柴秀吉と出会い三献の茶の最地から家臣に取り立てられた逸話で有名な井戸があります。そしてかつての姿を忍ばせる一直線の参道、ここを歩いていくと右手に本坊があります。山本さん、こちらの建物は何ですか？こちらは観音寺の本坊で市の文化財に指定されています。この本坊は18世紀後半に建てられたものとされています。現在は10月21日までブックカフェを行っています。三成関連の本や漫画が200冊以上閲覧できるようになっております。100円で飲み物とお菓子をいただけますので、ゆっくりと過ごしていただけます。階段を上っていくと本堂、鐘楼、そして今年8月に改修された薬師堂があります。こちらが本堂ですね。はい、こちらが観音寺本堂になります。御拝光廟の中央カエル股に猿、竜で獅子の立派な彫り物があります。この本堂は国の重要文化財に指定されています。851年に伊吹山四大護国寺の一つとして伊吹山に建てられたお寺で、この地に1260年ぐらいに移されたとされています。現在の寺は1715年に建てられたものです。またこちらの鐘楼は国の重要文化財に指定されてまして、1725年に建てられたとされてます。それでは中に入っていきましょう。はい、立派な仏様がたくさんありますね。観音寺のご本尊様は
十一面千手観音様です。平安時代の後期の作と言われてます。市の文化財に指定されています。前におられるのはお前立ちとなっております。ご本尊様は小寿司の中に安置されておりまして、正月元旦の朝6時からご開帳しています。また両脇には四天王寺が観音様をお守りしています。山本さん、こちらは？こちらは国の重要文化財に指定されてます、木造の伝行大師座像となっております。天台宗の開祖で平安時代の僧です。この像は日本最古の木造伝行大師座像で、1224年に伊吹山四大護国寺の長尾寺の仏師によって作られたとされています。他にも観音寺に伝来する古文書群、大原観音寺文書、正式には伊吹山観音護国寺があります。この中にはかつて伊吹山で盛んに行われていた修験道の中核として、また大原地域一帯の古刹として栄えた姿が読み取れます。戦国時代になると、戦国大名の浅井氏や長浜城主となった豊臣秀吉、石田三成の父正次らからの書簡があり、湖北地域の有力寺院としての姿を伺うことができます。現在は資料の貴重性から県指定文化財として大事に保管されています。こちらの建物は何ですか？こちらは薬師堂となります。長年の積雪や風水害により見るも無残な形になっていましたが、平成28年に修復委員会を立ち上げたところ、地元旭区民の皆様、近隣の皆様、および全国の皆様の温かいご支援をいただきまして、修復することができ、今年8月11日に落慶法要を執り行うことができました。この場を借りて改めてお礼申し上げます。それでは中に入っていきましょう。はい、ここ薬師堂は江戸時代の元禄年間に建立され、天保年間に再建されました。その落慶を祝い、井伊直弼の懐刀であった長野主膳とその門弟らによる歌楽が奉納され、今に伝わっています。以来この薬師堂はここ大原の地において薬師信仰の拠り所となる傍ら、歌の道場として読み人に長く親しまれてきました。こちらにハイキングコースと書かれた看板がありますね。観音寺には建物だけではなく、横山城址へ行けるハイキングコースも整備されています。コースは3コースありますが、薬師堂から登るコースを案内しましょう。この石段横には観音様がおられますが、このコースは西国33箇所観音巡りになっていて、南城跡まで33体の観音様が導いてくれます。それでは早速横山ハイキングコースを歩いていきましょう。はい、
ハイキングコースの中腹、10分ほど歩いたところにやってきました。開かれたところですね。こちらは何ですか？こちらは釣り鐘堂です。この釣り鐘堂は倒壊寸前で傷みが激しくなっていたため、平成26年の10月に建て替え工事を行い、現在の盆栽となりました。さらに歩いていくと横山城跡にたどり着きます。ようやく見晴らしのいいところにやってきました。地方に綺麗な景色が見えますね。こちらが横山城址です。四方に良い景色が見渡せるでしょう。西川さん、はい、観音寺はいかがでしたか？はい、日本最古の木造の座像や歴史的建造物も素晴らしく、石田三成が実際に通っていたこちらの横山城跡をハイキングできてよかったです。ちょっと疲れました。そしてこちら地元で守っていただいているというのも素晴らしいですよね。観音寺山を愛する会でハイキングコースや峠道などの除草作業や環境整備を行い、境内の整備など旭区にて奉仕活動を行っていただいてます。ぜひハイキングができる服装で観音寺にお越しください。観音寺が有する歴史、自然、景観を守っていこうと、平成17年7月、地元有志が集まり結成されました。それが観音寺山を愛する会です。そこで地元観音寺山を愛する会を設立した大橋さんに話を伺いました。観音寺山を愛する会というのは、平成17年に立ち上げたわけなんですけども、そのなぜ立ち上げたかいうきっかけはですね、その当時ちょっと山へ久しぶりに上がってみようということで、上がったわけなんですが、自然がだいぶこう、荒れ放題になってきてですね、これではもう後世にこの自然をこう後継いでもらうことはできないなと思いましてですね、それで一応我々でできる範囲でこの自然とか歴史とかそういうものを守っていこうやないかというのがきっかけで立ち上げたのが観音寺山を愛する会です。それで今日まで至ってますけども、今後ともですね、やっぱり今現代の人はこういう自然というものに触れ合う機会が相当少ないと思いますので、今後後世にねこの自然と歴史の素晴らしさを継いでもらおうと思って、これから活動していきたいと思っております。自然と融合し文化財を数多く有する観音寺。三根の茶の精神を引き継ぎ、おもてなしの心で守り継承していく活動はこれからも続いていきます。